ナイスホームランでした。ありがとうございます。同点に追いかれてすぐの6回ワンアウト1塁の場面でした。どんな思いで打席に入りましたか？そうですね、まあつなぐっていう気持ちと、まあセンターでやらかしちゃったんで、なんとか取り返そうと思って打席に入りました。打った瞬間入ると分かる完璧なホームランでした。ご自身での感触はいかがでしたか？はい、自分復帰してから、全然バッティングっていうのができてなかったんで、久々に、バッティングできたなと思います。少し重なる部分ありますが、今回のホームランが今シーズン第1号のホームランとなりました。これについてはいかがでしょう？やっと出たなって感じです。そして今年も質問させてください。このマイクについているものは何でしょうか？じゃがいもですね。その通りです。中川選手、去年2日あったじゃがいもで2日ともお立ち台に立っています。そして今年もお立ち台です。じゃがいもデーにご縁がありますね。そうですね、はい、あると思います。じゃがいもといえば紅林選手ですけれども、何か紅林選手にメッセージありますでしょうか？何だろう、はい、特にないですね。ありがとうございます。もう一つじゃがいも質問です。去年はじゃがいも料理、肉じゃがが好きとおっしゃっていました。今年も聞かせてください。何がお好きですか？変わらず肉じゃがです。さあ、それでは今後の戦いに向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。いつも温かいご声援ありがとうございます。一戦一戦、勝ちにこだわって最後までプレーするので応援よろしくお願いします。プロ初ホームラン、おめでとうございます。ありがとうございます。好調をキープする中で出ましたプロ第1号、まずは今の率直な気持ちをお聞かせください。今までにない感触だったので、ちょっと自分でもびっくりしました。今までにない感触というのは、言葉に表すとしたらどんな感触なんでしょう？なんか吹っ飛んだなっていう感じで、あんまりホームラン打てるタイプじゃないので、すごく嬉しかったです。今、記念すべきホームランボールは持っていらっしゃいますか？はい、ポケットに。これはどうされる予定でしょうか？そうですね、今日母親が来てて、この後またそうかなと。ぜひ球場にいらっしゃるお母様にここからメッセージをお願いします。プロで打つことができました。見に来てくれてありがとうございます。先月7月6日にプロ初スタメンでプロ初ヒット、そしてちょうど1ヶ月後の今日8月6日にプロ初ホームランです。この1ヶ月振り返っていかがでしょう？もう本当に毎日毎日こう自分ができることをやろうと思って、試合に出させてもらっている以上はしっかり仕事ができればなと思ってたので、本当に良かったです。初めてだと思います。もう一度伺いますが、好きなじゃがいも料理は何でしょうか？肉じゃがです。お揃いですか？はい。では最後に、ここからチーム巻き返しに向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。
これからも頑張りますので応援の方よろしくお願いします。さあ皆さん、それでは今日もヒーローと一緒にハリセンやタオルを掲げてこの勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。もちろん今日も今シーズンのキャッチフレーズオリフォーで全員で合わせますよ。皆さん準備は OK でしょうか。 OK ですね。それでは行きましょう。ビーズ夏の陣、明日の勝利へ、せーの、オリフォー。Oh, wow.